に任せろ。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さあ運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、スカー殿、無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああ、すいませんおやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力はすべてぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むほかにねえ。そうですね、俺たちも全員あんたには第四がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ。おっさん、スクワード。なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を
それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。